皆さんこんにちは、ももチャンネルのももちゃんです。さあ今回はこちらのルナティックガチャを回していきたいと思います。ハロウィンの有料のガチャにはなるんですけど、過去に2回再販されているので3回目になります。なので女の子をね、前に多分回した記憶があるので、男の子を全然回せないので、男の子の方を多めに回していきたいなと思います。そしてこちらアイテム一覧になります。こんな感じでちょっとね、レインボーバザールで買ったりとか、あとは自分で回したりっていうのもあったんですけど、全然記憶にないんですよ全然記憶にないんですけど、女の子はね、22個中13個もう持っているということで、これはやっぱり女の子も回すのは回すんですけど、まだ完全に回収はできてないので、なので女の子も回しつつ、男の子もちょっと回しつつっていう感じでやっていきたいなと思います。男の子がこんな感じで全然なんですよ髪の毛も服もないし、あと目もないし、リップもないんですよね。なのでまあできればアバターが作れるくらいのクオリティのアバターを作りたいなと思ってます。はい、さあじゃあ女の子、どうしようかな。金チキが1枚あるので金チキは使っちゃいましょう、女の子に。さあこれで何が出るかどうか。さあ、おー大きい。でも新しいアイテムなのでこれは良しとしましょう。よしよし。というわけで女の子一回行きましょう。最初いつも通り女の子でわかんないけど、あ、ポーシー。いやこれ可愛いんですよ、めちゃくちゃハロウィンっぽくて。お、R。 あー、猫耳、ありがとうございます。また新しいアイテムが、あ、猫ちゃん、チェシャ猫、言いにくい。おー、お目目出ました、嬉しい嬉しい。あ、お洋服はね、今回のレインボーバザールで購入したんですよ。なのでダブリですね。髪の毛はね、地引きしたっていう覚えがあります。さあ女の子終了なんですけど、これロゴがね、そうロゴ私2個目になります、このピンクのロゴは。じゃあ男の子いきます。男の子で2回目の特典がもらえるのかな。おお、お洋服嬉しい。どうしよう、やばいやばい、帽子ね。まあまあまあ、落ち着きましょう。猫ちゃん多いな。かわいいな。お、はっ、はっ、あ、背景、あ、持ってなかったっけ。あ、忘れてた。忘れてた。ですか、うん、よしよしよし、いい感じです。あ、青色、今なんか白雪の幽霊って書いてなかった。2回目。さあ男の子を回していきますよ。イルミネーション、これもね、地引きした覚えがあります。いつかは分かんないけど、あー懐かしい、全然使ってないけどあ、猫ちゃんめっちゃ来る、可愛いけど、そんなにはいらないかなお化けキャッツ、猫ちゃんですね、猫ちゃんか。おー
リップが出ないけど、あ、え、うんうん、あ、お洋服、いやでも嬉しい嬉しい、全然嬉しい。あー、それ出た。いや目は出なかったんですけど、全然全然個人的には紙引きだと思ってます。どうしよう、女の子行くか。最後最後女の子を引いて終わりにしましょう。さあ女の子はどうだ。あわよくば交換、あ、髪の毛交換していただきたい。何かと無償のガチャも全然まだなんですよ。あ、お洋服、あ、まだ来月になったらね引こうと思うので、これは引いておきたい。猫耳かわいい。イルミネーション、イルミネーションどうなんだろう。あ、使えそうな気はする。おお、いや、いいです、いい引きです。髪の毛とお洋服と。さあというわけでガチャ動画はこのあたりにして、交換だったりアートグラフを作っていきたいと思います。